今日は毎回ここで何言おうか考えてるんですけど、考え忘れた。ジャスパルです。本日はデッドバイデイライト、ワンチャンスデッドバイデイライトをやっていきたいかなというふうに思います。さあナース、初めてだねナースは。じゃあ心音すごいするか。じゃあ、すごい地下のあれを開けている声もするが、大丈夫かこれ。これ大丈夫な流れ。私はオブジェクト、私はオブジェクト。遠ざかったね。さあやっていきましょう。まあ忘れる時もある。ワンチャンス同様ね。やっぱ用意、周到に用意すべきなんだけど、まあ、忘れた。完全に忘れた。始まる直前にはやばい。今日何言おうか何にも決めてないってなった。そういう時もあると。さあミッドウィッチのナース結構大変そうだね。1回2回上下のね行き来ができるのはできるナースならいいんだけど、苦手なナースだと相当厳しい戦いになりそう。まあでもね、1階から2階に一気に上がってこれるっていうのが、まあ、ナースのいいところなんでね。おっと、近いな。一回離れるべきか。ルイいない。まあ、回すか。多分追ってるもんな、これな。そこね。これね、一発でギューン来れちゃうから怖いんだよね。イタチかなんかあるかな、さすがに。さあ、バベチリに移ったっぽいよね、これ。回すか。移ったなら回すか、一回。さあ、ナイス。さあ、これ回してからでいいかな。イタチケアで、これ回しきってから救助行こうか。ああ、救助と、ナイス。ちょっと中庭あたり発電したいね。おっとっと、信号、チカチカ信号よ、これは。結構近いタイプの信号ね。ああ、発電機あった。中庭回していくか。ちょっとプレッシャーかけていこう。まあ、開放ないんだけれども。本当は開放がある状態でね、プレッシャーかけていきたいなと思ったんだけど、まあいいでしょうと。そしてね、今回ね、左下、医療キットをですね、アンコモンにしました。このアンコモン医療キットは、チャージが8チャージ長いので、今のはそう、誰かを追ってるブリンクだなと思ったから別に離れなかったけど、どうだろう。アンコモンキットの方は、チャージが8チャージ長いので、まあ、自分の1回回復しても、心音近すぎん？怖っ。近い近い、怖い。どうしたどうした？とんでもない信号。あれか、簡略かなんかが。怖っ。でかすぎ信号。でかすぎ新作。びっくり、あー、怖かった。こんにちは。今誰かこんにちはしたね。ネアね。ネアとこんにちはしましたわ。あー、髪目立つね。あー、回復する？回復する？いいよいいよ、回復する。いやー、びっくりしたわ。信音でかすぎだろ。あ、やだ！ナスコ？ナスコこれ。ナースコールった？バレソーロ。待って、解放ないから待って、もう。あー、うまい。うまいじゃん、この人。もう。解放使いたいよ。解放使いたいよ。ナスコか。いや、みんな結構ちゃんと、なんだろう。使ってんな、自分の固有パーク。固有パーク使ってんな、もう。解放使えない。解放使えない。マジ難しいよな、解放。なんでこんな難しいんだろうな、解放っていうパークを使うの。訪れないチャンスがマジで。回復してあげてくれ。切っとけてくれ。俺は？
俺の回復先してよ、俺の回復先してよ、もう嫌なやつ、もうもういやまあ、ね、完全にナスコだろうねあれは。まあ発電をみんなに任すか。困ってる。俺が最初回したとこだっけ。めっちゃ信号するんだけど。あ、スティーブちょっとやだよ、スティーブ。スティーブ、信号内で回復はダメよ。良くないこと起こるよ。すごい信号するんだけど。切っとけて欲しくはあるけど大丈夫かい？結構みんな発電意識というよりは救助意識の方が高めなのかな。どうだろうか。まあ、ちょミッドウィッチの場合ね、発電機がどこかわからないっていうのは大いにあり得るね。私は分かってない。さてさて、回ってる発電機にしか出会わない。あとは多分どこもリスク高めの発電機なんだろうな。チーカー、チカチュー。私もちょっとか、まあ、イタチはあるよねと。どうしたどうした、ここきつい、ここ。信号マジでキモくない？どこいんの信号？超でかいんだけど信号。いやー発電すっか。あ、顔固まってんのかな、発電機。スティーブが引っかき回してんのかな。まあ回さんことにはね、どうしようもないんで回しますか。みんな救助意識高いと思ったけど、さすがに地下はきついか。ああ、ナイス。ああ第2行ったね。いやー、これは第2行っちゃったからちょっと命の天秤かけさせてもらうか。食らった？攻撃食らった？やっぱ観客だなこれ。見つかってるから信号でかいんだ。ああ、して戻ってくるか。いや、おとなしく掴むね。いや、ちょっと待って、範囲入ったら掴む。いくよ。オッケー。まずはそれからだ。話にならん。そうじゃないと。さあ一回抜いとこう。ナイスー。嬉しい嬉しい、スティーブ嬉しい。スティーブ俺は嬉しいぞ、ありがとうな。え、どうした？あ、我慢切れた。ってか、これ我慢切れてんな。さあ一転してとんでもない状況に。あの位置でナスコはやばいな。地下だな、二人とも地下行かれんなあれは。いや、これちょっと俺がディサイシブで二人救助するしかなさそうだ。サンキュー。こっち来るか。来ないね。あー、クソダメか。さあディサイシブ警戒して、俺はさすがにあれでしょう。かー、こりゃ大変なことだった。オッケーオッケー、ナイス逃げ、ナイス逃げ、ナイス逃げ。それはでかい、その時間稼ぎでかいよ。あー、ここで不滅の回復が生きてくる。頼むフェミン。OK だ、一旦行こう。一旦あの人を回復してあげよう。いやー、つかラストか。彼ラストだったか。ごめん、回復しちゃおう。こっち来い、こっち来い。 ありがとう。あー、間違え、あー、ごめんごめん。やった、やらかし、やらかし。はい、信号、はい、ナースコール、はい、やばい。
いや観客初期パークっぽいな。さあ一転してきつくなった。いやー崩されちゃったな。俺ここちょっかいかけるけどみんないけるか他のところ。いや観客で信号でかいのマジマジうるさいな。これチェイスしてるよね。ミッドウィッチ狭いからマジでわからん。近くね。いやでもこれはチェイスしてる音だな。私はオブジェクト。そうです私はオブジェクト。やだ。ああ私はオブジェクトさせて。もうオブジェクトなんですよ私は。もう他の発電機誰かに任そう。あそこ以外の発電機場所分かってないんだけど、他二人セルフケア持ってないわけじゃなくて、単純にあれかな、ナスコ怖すぎてセルフケアできないって感じかな。信号がでけえ。私はオブジェクト、ごめんなさい、私はオブジェクトでーす。オブジェクコ、オブジェクコ。いや反逆怖すぎ。あ、直ってるね。ここじゃないとこを回したいですね。まあ、いっか、回すか、二人で。と思ったけど、フェミーねえわ。この感じ、監視とかもついてんのかな？どうだろう。もしかしたら今、あの人が追われてる可能性あるね。いや、もう、オブジェクトだって言ったじゃん、私は。いや、当たるんかい。当たるんかい。やばい、ここ地下じゃね。ミスったね。離れようね。なんであの発電機必要に守ってんだろうな。固まっちゃってんのかな。すっごいあの辺で信号してたもんな。うわ来てる来てる来てる。ごめんごめん。ナイス回復。あのフェンミン共感持ちだったりとかすんのかな。さあ発電機内、一人では回復できないこの量。いやまあ止血剤ワンチャンスあるからまだまだなんとかなるかな。本当に信号でかいね。めちゃくちゃいじってるのかなこれ。信号信じがたいぐらい信号するじゃん。さあ頑張ろう。いやー一人失ったのはマジでかかった。やられてんね。こっちってこれ以上発電機わかないよね。まあ、湧いてる印象はなかったんだけど。さあない。やばい。あー地下。いやー俺恋しちゃうからやばいな。地下持ってかないか。いやー抜くしかないこれは。多分みんちゃんが真ん中回してるんだよ。
あれマジ真ん中以外の発電機の場所が分からん。あ、俺狙われてる。あ、ごめん、セリフ消してた。うまい。発電機回してるね。いや、あと2つの発電機マジで場所わかんない。わあ、ナイス。あ、待って、俺ラストだった。ちょっと待って、何もできなかった。今回何もできなかった。だから集中力が足りてない。もういやー、きつかったね。なんでこんなきつかったんだろうな。はい、ということで、いや今回マジで何にもできなかったな。なあ、ずっときつかったな。何だったんだろう今回。ということで、ワンチャンパークもまるで活かせず、ボコボコにされてしまいましたと。いや、きつかった。死恐怖症きついね。はい、ということで、不甲斐ない。もう最初から最後まで不甲斐なかった、今回は。ちょっと本当に今しめて次に進んでいきたいなというふうに思います。はい、ということで、いや、次回こそ脱出しよう、次回こそ脱出しよう。悪いながら一回切ろう、どっかで。次回もお楽しみに。応援よろしくお願いします。ホワイトアップパールでした。バイバイ。